超簡単。〇〇と毎日言い続けるだけで、あなたの人生は変わります。いつもご覧いただきありがとうございます。本要約チャンネルのりょうです。本日ご紹介する本は、有川真由美先生の口癖を変えれば人生はうまくいく。朝起きてから夜寝るまでいいことが起こる92の習慣です。疲れた、忙しい、めんどい。無意識のうちにネガティブな独り言が口癖になってしまっている方はいませんでしょうか。実は人間は思った以上に暗示にかかりやすい生き物です。自分で言った言葉に自分自身が強く影響されてしまうんです。毎日毎日ネガティブな口癖を言い続けていると、あなたの言葉を一番近くで聞いているあなた自身の脳がネガティブな思考に染まり、何もかもうまくいかなくなってしまいます。逆にどんな時でもポジティブな言葉を言う人は、自分にも周りにもいい影響を与え、たくさんの幸せをもたらすものです。口癖を変えるだけで、あなたの人生は間違いなく変わります。ぜひ有川先生がおすすめする魔法の口癖を日々の生活に取り入れて、ポジティブで幸せな生き方を目指しましょう。そんなあなたの人生を変える口癖について、今節丁寧に書いてくれている本書の中から、本日ご紹介いたします内容は以下の2つ。第1章、ポジティブな口癖のやばい効果、誰でも幸せになれる魔法の言葉はこれだ。第2章、今すぐやめろ、〇〇が口癖のあなたは不幸になります。どちらもとても大切な内容です。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、ポジティブな口癖のやばい効果、誰でも幸せになれる魔法の言葉はこれだ。やる気や努力に頼らなくても、なりたい自分になれて幸せな毎日を過ごすことができる。そのためには何をすればいいのでしょうか。一番効果的な方法は何でしょうか。結論からお伝えしますと、それは口癖の力を利用することです。言葉は本当に凄まじい力を持っています。そのことを私たち日本人は昔から知っていたはずです。日本には言霊という概念があり、言葉が現実に影響すると信じてきました。いい言葉を使えばいいことが起こり、不吉な言葉を使えば悪いことが起きると信じられてきたんです。奈良時代の歌集万葉集には、言霊の先はう国と書かれていまして、日本は言葉の霊力が幸福をもたらす国と考えられていたんです。古事記には言霊が神格化された神様も存在します。それほど日本人は言葉を大切にしてきました。皆さんも思い当たることはたくさんあると思います。例えば受験の時、落ちるとか滑るという言葉を避けろなんて、学校の先生や塾の講師から言われませんでしたでしょうか。受験に落ちる、受験に滑るという悪いことを連想させるため、言葉から気をつけようという話ですよね。結婚式の披露宴は終わるではなく、お開きという言葉を使います。終わるは婚姻関係を終わらせるイメージがあるからです。他にも、去る、切る、離れるといった二人の間を切り離すことを連想させる言葉は、結婚式では意味言葉として避けられていますよね。お葬式では、またまた、重ね重ねといった不幸が重なる言葉は厳禁で、こういうのは一種のマナーとして日本に浸透しています。逆に言葉をいい方向に作用させる習わしもあります。例えば神社で参拝するときは、神様の前でお願いをしますよね。健康だったり、恋愛だったり、商売繁盛だったり、叶えてほしい願望を心の中で唱えたことが皆さんにもあると思います。心の中で言葉にしてお願いをする。そうすることで、なんだか気持ちがすっきりして、願いを叶えるために頑張ろうという気になりませんでしょうか。流れ星が流れたら3回お願い事を言うなんていうロマンチックな風習も日本にはあります。由来はさておき、願いを言葉にすれば叶うと信じているわけですから、やっぱり言葉が現実に干渉するということを私たちは無意識的に大切にしているんです。言霊や願いというと、なんだかスピリチュアルに感じてしまうかもしれません。ですが日本人は言葉を本当に大切にしてきた民族で、今でも言葉を大切にする慣習は広く根付いているんです。このように言葉というものは現実に起こることを連想させます。
いい言葉は自分も他人も幸せな気持ちにしますし、悪い言葉は自分も他人も不幸な気持ちにさせます。たった一言のありがとうが幸せを生み出すこともあれば、たった一言の疲れたが自分も相手も嫌な気分にさせてしまうこともあります。言葉が現実に影響するとすれば、毎日のように繰り返す口癖ほどあなたに大きな影響を及ぼす言葉はありません。脳の無意識のコンピューターは自分の言葉を世界一信頼しているんです。現実がどうであれ、言葉通りの自分になろうとするんです。だからこんな自分になりたい、こんな人生を送りたいと思うのであれば、それにふさわしい口癖を使うことで劇的にあなたの人生を変えることだってできちゃうんです。言葉が思考に影響し、思考は行動に影響するんですから、ある意味では当然ですよね。それなのにネガティブな口癖の人はとても多いです。楽しい毎日を送りたいと思いながらつまらないを連発、目標を達成したり夢を叶えたいと思いながら忙しい、時間がないを言い訳にする、自信を持ちたいのに自分なんかといつも自分を卑下している。ネガティブな口癖が脳に刷り込まれると、脳の無意識のコンピューターはそうなろうと頑張ってしまいます。大変、疲れた、面倒という現実が口癖を生んでいるように思いますが、実はその逆、私たちの口癖が感情や思考、行動を生み出し、見た目や環境、人間関係を変えていくんです。ポジティブで肯定的な口癖はプラスの現実を作り、ネガティブで否定的な口癖はマイナスの現実を作るというシンプルな方程式を頭に入れておきましょう。感情や行動や性格を変えるのは難しいかもしれません。ですが口癖を変えるのはとても簡単ですよね。意識すれば今日からだって変えることができます。口癖の力で人生をプラスの方向に進めることができると思えばどうでしょう。口癖を変えてみようという気持ちになってきませんでしょうか。思考スタイルも変化し、行動も変化、ポジティブな気持ちで生きていくことができるようになるんですから、必ずあなたにとってプラスに働くはずです。口癖は繰り返すほど効果が大きくなりますし、副作用もありません。コストも時間も一切かからないんですから、これほど効率がいいものはありません。有川先生がおすすめする口癖を習慣にして、人生をポジティブなものにしていきましょう。さて、第1章では、朝起きてから1日の気持ちが前向きになる口癖を紹介していきます。この口癖を習慣にするだけで気持ちのいい1日を送れるはずですので、ぜひ試してみましょう。最も大切なのは、朝起きて一番に使う言葉です。なぜなら、寝起きの頭がぼーっとした時間は潜在意識と顕在意識の狭間にあるからです。この数分間に私たちがわずかな意識を使って言葉にしたことは、良くも悪くも暗示となって潜在意識の中にすっと入り込んでいくんです。そこでまず目覚めた瞬間に、おはようと今日の自分に挨拶しましょう。それからすかさず、今日は最高の一日になるよと願いを脳に伝えてください。すると伝えた言葉が潜在意識の中に入って、今日はいい天気だから最高の一日になる、今日はなんだか体調がいいから最高の一日になる、今日は楽しい予定があるから最高の一日になると脳が理由を探し始めるんです。そうやって最高の一日になる理由を見つけ出すと、自然と明るい気分になって最高の一日を過ごせるメンタルが作られます。逆に、ああ仕事に行きたくないなぁなんてため息混じりに口にすると、その瞬間脳が仕事に行きたくない理由を探し始めてしまうんです。仕事に行きたくない理由が見つかったのに仕事に行かなければならないわけですから、朝から憂鬱な気分が続いてしまいます。ネガティブな思考、ネガティブな表情は一日の仕事や人間関係にも影響し、良くないことが現実でも起きてしまいます。するとさらに憂鬱な気持ちになって、文字通り最悪の一日となってしまうかもしれません。もし明確な願いがあるときは、起きた瞬間に、今日の営業はうまくいくよとか具体的な言葉にして自分自身の脳に伝えてあげましょう。私たちは目覚めている間も9割以上が無意識の力で動いていると言います。すべてを意志の力や自分の力に頼りすぎてはいけません。無意識にそうなると思い込ませれば9割の力を利用できるんです。
朝一のポジティブな口癖で脳の力を最大限に引き出してあげましょう。次に、朝に目覚めたはいいものの布団の中でずっとゴロゴロしてしまう方や、朝からスマホをダラダラと眺めてしまう方など、朝に弱い方に最適な口癖があります。それはよし立とうです。よし立とうと声に出してとりあえず立ち上がるんです。余計なことは考えず、言葉とともに動こうとするのがコツです。一瞬でえいやと立ち上がれば、ぼーっとしていた頭が動き始めてスイッチが入るんです。脳には5秒頑張れば動けるという性質があります。朝が辛くて起きたくないなぁという感情を抑え込んでくれる理性的な脳の領域が動き出すまでに5秒かかるんです。ただこの感情が優先されるたった5秒はなかなか強敵ですよね。感情に負けて布団の中でグズグズしていると、その5秒頑張るができず、気分もだんだんとだらけてしまいます。だからこそ言葉が重要なんです。言葉にして口に出してしまいましょう。顔を洗おう、水を飲もう、そう言ってさっと立ち上がるんです。頭であれこれ考えず流れで動くという仕組みがルーティンとなり、実行することで成功体験が積み重なります。今日も起きることができた、そんな成功体験が増えれば自信にもつながり、自然と起きられるようになっていくんです。無理にやる気を出そうとしてもうまくいきません。やる気も調子も積極的な行動の後に出てくるものです。その行動のきっかけを作ってくれるのが、よし立とう、よし顔を洗おうという口癖なんです。5分だけやってみようという5分作戦もかなり有効的です。例えば掃除をするとき、やり始める前はめちゃくちゃ面倒ですよね。ですが面倒だと思っていても、初めて数分もすれば熱中して、もっと綺麗にしなきゃ気が済まないなんてのめり込むことがあります。これも脳の特性の一つで、脳は一度その行動を始めるとその物事にのめり込んでしまうんです。やる気になるのを待っていてもやる気はなかなか起きません。たったの5秒動き、たったの5分続ける、そうすれば自然とモチベーションが上がってきます。逆に5分経っても気持ちが全く乗らなければ、そこでやめてしまっても構いません。それくらいのメンタルの方が動き出しやすいはずです。ですが大抵はせっかくだしもうちょっとやろうかななんて気分が乗ってくるものです。5分だけやろうというスモールステップを達成することで、人間は成功体験を覚えます。先ほども出てきましたが、成功体験、これはとっても大切なんです。どんなに低いハードルであっても、一つ飛び越えるとそれが自信につながります。スモールステップの繰り返しがいつの間にか大きな力となって目標を達成できるものなんです。とても簡単な脳の仕組みですが、とても有効なんです。5分だけやろうを口癖にして、なんとなく後回しにしてしまっていることに積極的に取り組んでいきましょう。さあ続いて、日常の食事でいただきますとか美味しいと食事の時はあえて口に出すようにしましょう。料理を作ってくれた人に対する感謝や命に対する礼節という側面がありますし、美味しいものを味わえる喜びを言葉にして実感することで、人間は本能的な幸福感で満たされます。美味しいと言葉にしながら食べると、脳に美味しいものを味わっているとインプットされて、美味しさは倍増します。脳が味覚を感じているんですから、脳に美味しさを伝えてあげることはとても効果的なんです。反対に、どんなに美味しい食事でも世話しない状態でスマホを見ながら食べるのはやめましょう。脳が味覚を感じることができませんし、満腹感も得られません。誰かと一緒に食事をするときは、なおさら美味しいという口癖を意識してみましょう。言葉は共感を生みます。美味しいという快感がお互いの心をリラックスさせて、心地よい雰囲気を作ってくれるんです。想像してみてください。自分が作った料理をスマホを眺めながら食べる相手と、いただきます、美味しいと美味しそうに食べてくれる相手、このどちらがいいでしょうか。あるいは自分が選んだレストランの料理を食べているとき、相手が何も言ってくれないのを想像してみてください。まずかったのかなとか、失敗しちゃったかなと不安になってしまいますよね。逆に相手が美味しいねとか、この料理俺好きだよなんて丁寧に言葉で伝えてくれたら、頑張ってお店を探してよかったとか、喜んでもらえて嬉しいと自分も幸せな気持ちになるはずです。相手にされて嬉しいこと、相手にされて嬉しくないことは、自分が相手にすることの基準になります。誰だって美味しいと言いながら食べてくれる相手と一緒にいる方が幸せを感じることができます。関係性もポジティブなものになっていくはずです。
同じ相手と同じ場所で同じ料理を食べたとしても、言葉一つで結果は真逆になるんです。それならば、ポジティブな言葉を口癖にした方がいいに決まっています。もしかしたら奥さんが料理を作ってくれることを当たり前だと思っている人がいるかもしれません。男性がレストランを選ぶのが当たり前だと思っている人もいるかもしれませんね。その当たり前をまずはやめましょう。そしていただきます。美味しいごちそうさまを言葉にしましょう。自分が食事を美味しく食べることにもつながります。そして相手も幸せな気持ちになります。こんな素敵な口癖を言わない手はありませんよね。ありがとうもとても大切な言葉です。ありがとうはすべての人を幸せにしてくれる魔法の言葉です。例えば働くことが嫌になりそうな時も感謝することで心持ちが変化します。仕事ができることがありがたい。いい同僚に恵まれてありがたい。そう感謝していれば仕事への取り組み方も周りへの接し方も変わってくるものです。ありがとうはあるのが難しいほど尊い、ありがたいという意味から来ています。すべてを足りないと嘆くのではなく、満たされていると考える最上級の肯定的な言葉なんです。例えば人との別れも失ったものを嘆くのではなく、ありがとうと言いましょう。すると出会えてよかった、たくさんのことを教えてもらえたと与えられたものにフォーカスされます。物事は考えようとも言いますが、ありがとうはオセロの色をひっくり返すように、すべてを受け入れて心を浄化してくれる言葉なんです。幸せでいることも、願いや思いを叶えるのも、周りの人に優しくいるのも、感謝の気持ちがベースとなります。あれもこれもと求めるよりも、まずは感謝すること。それだけで人生は大きく変わります。さあ、ここまで一日の気持ちが前向きになる口癖について解説いたしました。それでは第1章についてまとめておきましょう。ポイント1。言葉は思考に影響し、思考は行動に影響するものである。毎日のように繰り返す口癖ほど、あなたの人生に大きな影響を及ぼす言葉はないと理解しよう。ポイント2。朝に起きて一番に使う言葉は、あなたの一日に大きな影響を与える。起きたらすぐにおはよう。今日は最高の一日になるよ、とポジティブな言葉を口癖にしよう。ポイント3。やる気になるのを待つだけではやる気が起きないものである。よし、立とう。顔を洗おう。5分だけやってみようという言葉と一緒に、ほんの少し行動するだけで自然とモチベーションが上がって行動に移すことができる。ポイント4。いただきます、おいしい、ごちそうさま、ありがとうという感情や感謝の気持ちを素直に伝えよう。その一言だけであなたも周りもポジティブな気持ちになる。第2章、今すぐやめろ、〇〇が口癖のあなたは不幸になります。続いて第2章では、ついつい使ってしまうネガティブな口癖を解説していきます。ネガティブな言葉はあなたの生き方を不幸なものにしてしまう可能性があります。例えば、歳だからという言葉が口癖の方はいませんでしょうか。今年齢を言い訳にしている人は、これから先の人生もずっと年齢を言い訳にして新しいことに挑戦できなくなったり、変わりたいのに変われないという状況が続いてしまいます。そもそも歳だからは誰に対しての言い訳なのでしょうか。自分に対しての言い訳ですよね。俺は衰えている、私はもう終わりつつあると自分に言い聞かせているようなものです。30代でも40代でも50代でも60代でも70代でも80代でも、これから先の人生でたった今この瞬間が一番若いんです。例えば、いつだって海外に留学できますし、いつだって新しい趣味に挑戦できます。いつだって恋愛もできます。年だからという口癖は今日でやめましょう。これがしたい、あれがしたいと思ったら、やってみようと口に出せばいいんです。口に出して行動しましょう。そうすればあなたはいつだって挑戦し、変化を受け入れられる、とても魅力的な人生を送れるようになるはずです。続いていきましょう。イライラする、ムカつくというような感情的にネガティブな口癖も要注意です。口癖は自分の気分や性格に影響を与えます。物事が思い通りに進まないとき、あーイライラすると口にする人がいますよね。そういう人はさらにイライラが募ってきて、だんだんと気が短くなっていきます。一見すると感情を素直に表現しているようですが、
言葉にしてしまうと、その言葉通りの感情と行動が脳にプログラミングされてしまいます。その結果、イライラすると口にするだけで条件反射的にイラつくようになるんです。しかも自分だけならまだしも、イライラした言葉や感情は周りに伝染していきます。はっきり言って、イライラしている人は近くにいてほしくないですよね。満員電車の中で近くにイライラしている人がいることを想像してみてください。その言葉や表情、態度に自分までイライラしてきてしまうものですよね。ムカつく、切れそう、うんざり、などなど、怒りの感情を表す口癖は、あなたの心にも周りの心にも毒になります。今日から使うのをやめてください。代わりにぜひ使ってほしいのは、なるほどという口癖です。そしてなるほどの後に、現実を認める言葉や解決する言葉を続けましょう。なるほど、そんなこともある。なるほど、それなら集合時間を2時間遅らせよう。ポジティブに考えなきゃ、我慢しなきゃと無理に感情を抑え込むのではなく、なるほど、そうきたか、そうなんだと言葉にすることで、頭のギアが感情から思考に切り替わるんです。すぐに怒りの言葉を口にする癖をやめて、現実を自然と受け止める口癖に変えることで、いつの間にかイライラしにくくなり、気が長くなっていることに気がつくでしょう。さて、ここまでネガティブなワードを見てきましたが、基本的に人間の脳というのは否定から入るものです。脳には今の状況をなるべく維持しようとする心理的ホメオスタシスの働きがあります。心理的ホメオスタシスには良い部分と悪い部分があります。例えば、 A という会社に入社したのにすぐに飽きて B という会社に転職したくなっては、常に不安定な生き方になってしまいますよね。あらゆる環境に適応して長く続けることができるのは、心理的ホメオスタシスの良い部分となります。ただ、給料に不満があるとか、人間関係が嫌だとか、仕事のストレスが大きすぎるなどと、転職したい気持ちが強くなっても、すぐには転職を決断できない方も多いでしょう。仕事を辞めて自由に生きたいと心では思っているのに、お金は大丈夫かなとか、上司に何て言えばいいんだろうとか、周りの視線が気になると言い訳を探しては、現状を変えることができない人もいます。これも心理的ホメオスタシスが働いているせいなんです。環境の変化や新しいことへの挑戦を避ける傾向があるのは、人間の脳の癖、人間の脳の性質なんですね。特にその傾向が強い人は、口癖として、でも、だって、どうせの 3D を言ってしまうことが多いです。キャンプに行かないと誘われて、一瞬、お、それいいねと思ったとしましょう。ですが、そのすぐ後には、でも準備がめんどくさそうとか、だって私はキャンプやったことないしとか、どうせ人数合わせで誘われただけと、やらない理由、できない理由ばかり探し始めてしまうんです。でも、だって、どうせ、この 3D の口癖がある人は、心理的ホメオスタシスが強化されて、何でも否定する否定癖が脳に染み付いています。私もよくでもって使っちゃうんで、注意したいなと思っています。この否定癖を変えるためには、口癖を、だったら、だからこそ、どうせならの肯定 3D に変えましょう。でも準備がめんどくさそうは、だったら簡単にできることから始めればいいに変えていきます。だって私はキャンプやったことないしは、だからこそ新鮮で面白いに変えていきます。どうせ人数合わせで誘われただけは、どうせなら率先して楽しんじゃおうと肯定する口癖に変えるんです。肯定する口癖が身についていると、脳は前に進む理由や方法を探すようになります。人間が考えることの多くは、肯定か否定のどちらかに分けることができます。せっかくでしたら、肯定を増やして変化や挑戦を楽しんだ方が人生も豊かになります。肯定的な言葉を増やして、人生の充実度をぐっと高めていきましょう。また、でも、だって、どうせの否定もよくありませんが、何でもいい、どちらでもいいという主体性がない口癖も気をつけてください。何でもいいは、自分の意見を主張せず相手を尊重する処世術としては使える言葉ではあります。ですが、相手からすれば一番困る答えです。物事を決定するのはエネルギーがいります。今日の夜ご飯や明日出かける場所など、日常生活は選択の連続です。何かを決めようとするたびに、何でもいい、どっちでもいいなんて答えをしていては、他人任せ、頼りない、自分がないと思われても仕方がありません。
しかも何でもいいという人に限って決定したことに文句を言ったり、何か不満があると、ねえこれ誰が決めたの？なんて人のせいにしたりします。こんなことが続けば相手を苛立たせたり愛想を尽かされたりする可能性があるのはわかりますよね。例えばご飯を決めるとき、本当に食べたいものがなかったとしても、和食と洋食ならまあ和食かなとか、ラーメン以外なら OK と一緒に考える姿勢を見せましょう。仕事でも A の企画と B の企画のどちらがいいと聞かれたら、どちらでもいいではなく、どちらも捨てがたいけど A がいいと思うと意見を表明するんです。そうすれば自分の意見を言う人だと認められますし、周りの意見のすり合わせができるようになります。何でもいいという口癖をやめることで、自分が主体的に決めて責任を持つようになります。何でもいいと言いながら文句を言いたくなるのは自分で決めていないからだと自覚しましょう。小さなことから私はこれがいい、こう思うよと意見を主張して自分で決める自覚を持つことから始めてください。伝える習慣が身につけば、周りに振り回されたり誤解されたりすることもなくなるものです。自分の人生は自分で選んで生きている、こう自覚を持つことで人生はより充実します。また主体性がない人がよく使う口癖に、〇〇のせいという責任転嫁の言葉もあります。この〇〇のせいという思考が染みついている人は、人生の幸福度が非常に低くなる可能性があるので要注意です。仕事がうまくいかなかったのは上司のミスのせい、挑戦しなかったのは友人に止められたせい、こういう人のせいもあれば、給料が低いのは景気のせい、就活がうまくいかないのは時代のせい、仕事に集中できないのは騒音のせいと、もう何でもかんでも何かのせいにする癖が身についてしまっているんです。ですが何かのせいにしている限り、自分では解決できない諦めにつながり、あなたはかわいそうな被害者になってしまうわけです。人生がつまらないと感じているのであれば、無意識的に〇〇のせいという言葉が口癖になっているかもしれません。これまで〇〇のせいと口に出していた場面はもちろん、心の中で何かのせいにすることも一切やめてみてください。するとそのせいだけではない、自分次第で何とかなるという思考回路につながります。実際どんな状況であろうとできている人はいます。新しい挑戦をするときも、仕事で行き詰まっているときも、何とかなるを口癖にしていれば、知恵と工夫で乗り切れるようになるんです。何とかならない状況なんてそうはありません。何とかなっていないのは、言い訳ばかり探して何かのせいにしている自分のせいなんです。〇〇のせいの代わりに使ってほしい口癖として、〇〇のおかげという言葉があります。例えば同僚がミスしたおかげで問題点が分かった、発球だったおかげで節約の術が身についたなどなど、どんなことであっても人生の糧にすることができます。ポジティブであることに悪いことなんてありません。世界を敵とするか世界を味方とするかはあなた次第なんです。さあ他には、決めつけの思考パターンにも気をつけてほしいところです。よくある口癖は、普通は〇〇でしょうとか、〇〇するのは常識といった言葉です。普通親にそんな言い方はしない、年上を敬うのは常識、こういう言葉は自分の価値観の押し付けです。普通は〇〇でしょうと何気なく使っている人は、知らないうちに偉そうな言い方になっていないか自問自答してみましょう。言われた側はカチンと来たり傷ついたりしている可能性があります。あるべき、するべきと勝手に決めつけて自分に押し付けられてはたまったものではありませんよね。そんな風に自分の価値観を押し付けてくる人とは会話する気力も失せてしまいます。常識という言葉も無意識に相手を裁いている言葉となります。そんなの常識でしょという言葉のこの常識、それはあなたの判断基準になっていますが、ちょっと考えてみてください。あなたの普通やあなたの常識の定義は一体どこから来ているのでしょうか。普通や常識ほど曖昧なものはありません。そんなものは地域や時代が変われば全く違うものに変化します。今の時代でも100人に聞けば100人の普通や常識があります。社会の普通と自分の普通と相手の普通、これをごちゃ混ぜにしてはいけません。普通だの常識だのを口癖にしていると、自分は正しいという傲慢さが強くなってしまいます。そして相手の気持ちを理解しようとしたり受け入れようとしたりする気持ちがなくなってしまうんです。
そこで普通や常識という口癖をやめて、人それぞれという言葉を使うようにしましょう。人それぞれが口癖になれば、相手と価値観が違うことが前提となります。すると相手を認めて、相手を理解しようとする思考回路が生まれます。実はこの思考回路で最も楽になるのは自分自身です。なぜなら、自分が普通だと思っていない相手に対してイライラすることがなくなるからです。そして自分自身も普通や常識にとらわれることがなくなっていきます。世の中に普通の人なんて存在しません。それぞれが個性的な存在だと気がつくことで、あなたも自分自身の個性を認めてあげられるようになるんです。さあ、最後になります。最後にお伝えしたいのは、何でもかんでもすみませんというのはやめて、ありがとうと感謝を伝える口癖に変えてほしいということです。このすみませんも私よく使ってしまいます。すみませんと口癖のように言う人は、一見すると腰が低くていい人のように見えます。ですが、謝る必要のないところで謝ってばかりいると、全部自分のせいという思考がセットされてしまいます。自分に自信がなくて、防御の言葉として謝ってしまうのかもしれませんが、謝り癖は自尊心が削られていくんです。そしてそんなへりくだった言動を続けていると、だんだんと周りもイライラしてくるものです。言葉に重みがないので、相手に気持ちが伝わりにくくなってしまいますし、謝れば済むと思っているやつなんて思われてしまうかもしれません。想像してみてください。お土産を渡した時、すみませんと下を向いて申し訳なさそうに受け取る相手を見ると、なんだか嬉しくなさそうだなとか、余計な気を使わせちゃったかななんて思うんじゃないでしょうか。一方、素直に、ありがとうございます。これ食べたかったんですよ。なんて目を見て感謝を伝えてくれたら、お土産を渡したこっちの方が嬉しくなってしまいますよね。相手にされて嬉しいことは相手にしてあげましょう。相手にされて嫌なことは相手にするのをやめましょう。安易に謝ることをやめて、気持ちが素直に伝わる言葉を選んでください。これまですみませんと言っていた場面をありがとうに置き換えるだけで、へりくだった姿勢が解消されて、表情も明るくなるものです。大丈夫です。何も悪いことをしていないのですから、堂々としていればいいんです。さあ、ここまでつい使ってしまうネガティブな口癖について解説いたしました。当てはまる口癖ばかりでドキッとしてしまった人もいるかもしれませんが、大丈夫です。口癖は今日から、今から変えることができます。もちろん全部の口癖に注意するのはとても大変ですから、まずは一つずつ試してみてください。その口癖一つで、あなたの人生は大きく好転するはずです。さて、それでは第二章についてまとめておきましょう。ポイント1。口癖は自分の気分や性格に影響を与えるものである。イライラするやムカつくという怒りを表す言葉が口癖の人は、条件反射でイライラするようになってしまうので、なるほどと現実を自然に受け止める口癖に変えよう。ポイント2。人間の脳は否定から入り、変化を嫌う性質がある。でも、だってどうせと否定する口癖をやめて、だったら、だからこそ、どうせならと肯定的な口癖にすることで、変化や挑戦を楽しもう。ポイント3。何でもいい、どちらでもいい、〇〇のせいと主体性を放棄し、自分以外の人や物事に責任転嫁する口癖をやめよう。主体性を持ち、自分の人生は自分で選んで生きているという自覚を持つことで、人生はより充実する。ポイント4。すみませんと思ってもいないのに謝ってばかりの口癖をやめよう。これまですみませんと言っていた場面をありがとうに置き換えるだけで、へりくだった姿勢は解消されて、表情も明るくなる。さあ、いかがだったでしょうか。本日は有川真由美先生の、口癖を変えれば人生はうまくいく、朝起きてから夜寝るまでいいことが起こる92の習慣をご紹介いたしました。とても参考になる本ですので、ぜひぜひ買って読んでみてください。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと、励みになるより一層頑張れますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。